のアンテナ、そうですね、丸いアンテナを取り付ける部分なんで、まあ、こちらのね、こうなります。だいぶ、どうも、タニパさんです。今日はですね、こちら、3D プリンターの方が、ね、到着しまして、セットしました。今日はね、これから、ちょっとですね、まあ、データを作って、こちらで制作してみようかなという動画なんですが、ドローンがあるんですけど、このドローンの、後ろのこのアンテナを止めるパーツがこれ今ついてないんで、ここをちょっとね、これから制作してみようかなと思いまして。一応データはですね、このドローンのフレームメーカーさんの方でね、出てるんで、それをこれから出してですね、ちょっとやってみようかなと思いまして。ってことで、こちらのアンテナをですね、取り付けたいと思いますんで、ちょっとね、このやつをちょっとこれからデータとして出してみたいと思います。はい。そのためには、データをですね、焼かなきゃいけないんですよ。で、こちらのね、マイクロ SD カードがありますね。こちらの方にデータを焼いて、焼いてとかデータを入れて、で、こちらに入れて、作るということで。では、ですね。このデータを取りまして、まあ、ちょっとね、これ今やってます。はい。キュラというやつで。で、これね、ある程度ちょっと教えていただいてセットしたんですよ。で、こちらの方にね、データがありますんで、これデータ見てみると、こういう、先ほどね、アンテナを取り付ける部分のアンテナ、そうですね、丸いアンテナを取り付ける部分なんで、まあ、こちらのね、こちらのドローンの後ろの、このアンテナがね、取り付けられるようにするんで、これをね、ちょっと取り付けたいと思うんで、これをちょっと、じゃあちょっとね、こちらの方に投げ込みたいと思います。はい。そうすると、投げ込むと、ドンと、こうなります。はい。あ、これでいいのかな、もう。ここが下の面でいいかな。あ、いいかな。これでいこう。で、ちょうどいいかも。それで、ちょっとですね、いろいろと、調整はね、多分このままでいいと思うんですけど、ちょっとね、これやってみようかな。サイス。じゃん。あれ。あ、間違えちゃった。あれ？プレビュー。あ、来ました。はい。いいんじゃないですか、これで。はい、実装。で、これでファイル保存すればいいのかな。ちょ、これなんか、もうちょっと。あ、まあ、そんな感じでやってくるね。はいはいはい。そしたら、いいのかな、これで。どん。あれ、なんか色がついちゃったけど。じゃあ、これを、保存ファイルとして入れちゃっていいのかな？ちょっと入れてみよう。ダンと。はい。で、これをちょっとデスクトップに入れるか、直接ちょっとね、この SD カードに入れた方がいいっていう話があるんで、マイクロ SD カード。はい。パソコンに入れまして。あった。これですね。これに直接入れます。で、これも、データは？これ何ファイルでいいの？これ。あ、これでいいのか。これでいくんだね。はい。このままいきます。で、いけたかな？あ、いけましたね。はい。そして、これで OK です。これ取り外して、はい。一回保存する。そしたら、はい。はい。電源を入れます。はい。電源を入れて、はい。そしたらね、電源入りましたね。
このね、紙で、このね、まずは、この高さを見ろと、言うらしいんですよ。どれだったっけなぁ。よし、こんなもんかな。はい。そしたら、SD カード、これ抜いてね。SD カードを、この中に入れます。よいしょ。ノーディスクやね。来ました。あ、で、あれだね。まずは、PLA と、ABS ってあるんですけど、これを、見えるかな？はい、この ABS にするんですね。ABS を押すと、ここで温度が上がってきます。で、240度から、これ、どんどん上がってるんで、これが上がりきれば、完璧です。はい。そしたら、この中で SD カード選んで、はい。情報があります。これですね。はい、これを押します。そうすると、温度が上がったら始まりますんで、ちょっとこれでね、どうなるかわかんないですけど、一回。これは温度が、やっぱ140、はい、30、下の、このプレートの温度と、このですね、ノズルの温度が上がってるんで、これが温度を足し出すと、始まります。乞うご期待。これなんか 3D プリンターってこう下も温めるんですね。下もこうヒーターみたいな形温めて、で上のこのノズル出るところも、うまく出るようになってます。まあ果たしてどのぐらいちゃんとできるか。まあちょっと今ぐんぐん上がってます。ちょっと楽しみですね。いやもうほんとこのような感じでやっていくみたいです。で、まあこのままこうラインがね、あって、ここからラインで、はい、ここに吸い込まれていきまして、で、このまま、このチューブを通って、ここから出るという形らしいんですけどね。まあちょっとね、ね、SD カードもうまく読み込んでくれたんで、あともうちょっとでいきますね。両方とも。はい、見てください。これ、210。はい、これ550なの。まあ、これが整い始めたら、スタートでございます。そろそろ、ノズルもチンチンになってきましたね。さあ、うまく形が取れるでしょうか。ね。さあ、このまま、ウィミミミミミと、始まっていきます。さあ、もう始まるかな？あ、240足しました。こっから、あと、この下のプレートが、あったかくなればスタートでございます。まだね、温度はあと6度ぐらい。結構あったかいですね。なので、ちょっと楽しみです。どんだけ、ね。お、ちょっと変なのが出てきました。ニューニューニューと。さあ、まあ、サポートもちゃんと決められた、なんかこうね、あれに、しましたんで、うまくやってくれるでしょう。ね、サポートってこの下の部分をこう、土台作ってくれるやつもちゃんとね、もう設定、お、来ました !80 決まりましたね。さあ、動くでしょうか。お、動き出した。あれ、どっから？あ、どういうこと？何このチョンは。この角のチョンは何？お、作り出してる。すげえ。初我が家でのスタートです。
果たしてうまくいくでしょうか。初めてですかね。これ今ね、サポート作りしてますね。一番下の。はい。はい、剥がしやすいように。あ、いいですね。ちゃんとやってますよ。ただね、ちょっと、あ、ヒゲみたいのが生えた状態でやっちゃったから。はい、皆さん、ちょっとこれはね、お時間的にどのぐらいかかるか分かりません。ちょっとね、サポート、まあ失敗するかもしれないんですけど、でも、ちょっとこれね、まあ、初めての力作というか、データから取ってやったものなんですが、ちょっとね、どのぐらいで完成するかっていうのは、ちょっとね、やってみないと分かんないんで、とりあえず、ちょっとですね、こちら、まあ失敗するも失敗しないも分かりませんけども、これでうまくできるでしょうか。楽しみに待ってみたいと思います。はい、皆さん。おはようございます。こちらね、3D プリンターの方が完成したということで、完成しました。もうね、完成するまでに寝ちゃいまして、やっと起きて完成を、見ることができました。はい、ではこちらをね、ドゥ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 と折ってきまして、さあ、はい、これで、いきますよ。あ、でもうまくできてるかも。これ剥がします。ペリ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 。あ、来た。剥がれました。皆さん、剥がれた。近くじゃないと見づらいかな。一応ね、こういう感じです。わ、すごい。サポートもサイドについてて、こういう風になってますね。あ、ちゃんとできてるかも。はい、これでできましたんで、ものとしてね、これがサポートかな？よいしょ。サポート剥がします。お。よいしょ。よし。お、初めてにしてはちょっといい形が取れたんじゃないか。もうちょっとね、なんか振動とか抑えればいい感じになるらしいんですけど、あ、でも取れましたね。あとこの中は取らないといけない。こういう時はね、ちょっとニッパーを用意して、はい、ニッパーを用意して、ほら、バッチリでしょこれ。はい、これがつくと思いますんで、まあ、これがちょっとつけてみたいと思います。はい、皆さん、これができました。向けましたね。まあ、サポートでこんだけこういう跡がつきます。跡というかね、サポートされたのがコンテッティで、これ全部剥いていくと、やっぱね、こういうとことかが90、まあね、下がないとねできないんで、ここはこの分無駄なものを置いて成形させるっていう、すごいですね。この状態で成形させてものを作ることができました。かー、これはいい、すごいね。そしたら、これじゃなくて、これかな。さあ、取っていきましょうかね。
分で行くんですか。はい、取り付くことができました。見てください、これぴったりでしょ。そしてこれがここに入ります。ほら、もう何これ、超ぴったりなんだけど。すげえな、さすが、さすがもうこれ用に作られた 3D プリンターの素材でございます。素材というか形でございますね。これすごいね。これならもうアンテナ壊れなくて済むよ。やっぱね、当たったりとかするからね。いやー、 3D プリンターあるとこんだけいいことできるんだね。はい、できました。すごくないこれ。カバーっていうんですか、アンテナをこう固定するのを 3D プリンターで作成することができました。タニプラスワン工房でちょっと新たなものを作りますからね。こちらの AI 感に関しても、これ今ね、このバッテリーとか今テープで止めてるんだけど、ここでちょっとこれを固定する台なんか作ったりとかね、いろいろ広がりますね。素敵な 3D プリンター譲っていただいて、いやー、これはいいね。ちょっと皆さんこれね、ちょっと今後ご期待ください。また、いいものを作っていきたいと思います。まぁ、ちょっと今ね、形を自分で作っていくっていう方も、まぁ、これから考えていかなきゃいけないなと思って。今度はその CAD という、自分でこういうデザインにしようっていうのを作っていかなきゃいけないんで、それがちょっとね、ちょっと難しいんで、ちょっと次のステップでやっていきたいと思うんですけど、まぁ、3D プリンターマスターになっていこうかなと思ってます。RC カーのラジコンパーツにも転用できると思いますんでね。これはちょっと期待できるなというところでしょうかね。まあこんな感じでちょっとね、3D プリンター作成の方をね、初めてやってみたということなんですけど、とてもいい作品ができました。まあちょっとね、こういう材質っていうか、こう、なんか質感とかもちょっと綺麗にできるように、今後はね、考えていきたいと思いますが、今日は大成功だったんじゃないでしょうか。はい。もう俺もね、一回寝て起きて、勝手に作らせてる感じだったんで、はい。それで、できちゃうんで、ちょっと嬉しいですね。気づいたら形ができてるっていう、もうね、素晴らしい。まあ、こんな感じで、今日はですね、お送りさせていただきました。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、お願いします。あとは、高評価の方もお願いします。以上、谷プラさんでした。今回は、この辺で、ドローンをさせていただきます。ドローン、ドローン。